第19回アジア競技大会中国杭州、日本時間29日、大会6日目、初日を迎えた陸上競技は、女子1万メートルで広中璃梨佳、22、JP 日本郵政グループが銀メダルを獲得した。タイムは31分50秒74。同種目、日本勢としては2014年インチョン大会の萩原歩、銅メダル。 以来、2大会ぶりの表彰台。6年同派大会の福祉・加横以来となる金メダルには惜しくも届かなかった。優勝はバーレーンの VJK、元塩、32。弱い雨が降り続け、湿度も高い中でレースはスタート。1万メートルは8人で争われ、序盤から広中が先頭で引っ張る。1000メートルは3分6秒98で通過し、 弘中の今季ベスストより早いペースに。後ろから上がってきたバーレーンの元潮と BE。レビク25の2人が少し前に出て廣中は3番手になるが、落ち着いて自分のペースをキープ。3000m から 4000m に向かう中、後続が離れていき先頭は3人に絞られる。5000m を過ぎてさらにペースが上がる中、 レビトゥが少し前に出て6000メートルを通過。だが元塩がレビトゥを抜いて差を広げていき、広中は少し苦しい表情になりながらも前の2人を追う。残り2800メートルを過ぎて広中がレビトゥを一気に抜くと、レビトゥは直後に足が崩れ転倒するアクシデント。勝負は回走を続ける元塩と広中の一騎打ち。ラスト5周を切り、なかなか差が縮まらず。 残り2周から少しずつ差を詰め、14秒あった差がラスト1周あたりで10秒まで縮まる。最後の力を振り絞る広中だが、逆転ならず2位でフィニッシュ。広中は今年8月の世界陸上ブダペストで7位に入賞。昨年の世界陸上オレゴンでは12位、30分39秒71の日本歴代2位をマークした。 今大会は10月3日に行われる5000メートルにも出場する。